元神チャンネル。こんにちは。元神チャンネル男の悩み解決編シーズン2です。ドクターの元神です。ナビゲーターの萩原です。よろしくお願いします。今回はブツブツの性病コンジロームが肛門にできている悩みについて元神先生へ聞いてまいります。元神先生、今回は結構切実で、ひょっとしたらご覧になっている方はゾッとする内容かもしれません。よろしくお願いします。早速ユーザーからのご質問です。お風呂で肛門を洗った時にイボができていることに気づきました。イボ痔だと嫌だなぁと思っていたところ、1ヶ月ほどでどんどん増える始末。肛門科を受診したところ、コンジロームと診断され、ベセルナ軟膏を渡されました。2ヶ月ほど使いましたが、イボは増える一方です。このままでは肛門の奥にもできてしまうのではないかと怖くてたまりません。まず先生、この場合の出されたベセルナ軟膏というのは何でしょうか？これベセルナ軟膏、一応線形コンジローマ専用の軟膏でして、そういうウイルス性のイボに治療できるんですけども、あんまり良くないんですよね。で、あんまりそのスパッと治る薬でもないんですね。一般の医療機関に受診されると、ただその線形コンジローマが受診されると、肛門の部位にもには限らずですね、3割できた場合もそうなんですけど、このベセルナ軟膏を使用されることが非常に多いんですね。というのも、その医療機関としてはですね、正直言葉は悪いんですけど、面倒くさいんですよね、治療するのが。コンジローマ、でベセルナ軟膏だけ使用して終わらせるっていう、でただ実際はですね、ベセルナ軟膏良くならないんですよ。それで非常にどん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 悪化していく方、非常に患者さんでも多いです。ただ、日本の保険医療ですと、そういった治療とかそういった処方で終わらせようとする医療機関非常に多いですので、そこが非常に根が深いところですけどね。良くないところですけどね。これでこの場合はそのじゃベセルナ軟膏ではなくて何が良いってお考えですか？そのレーザーで、取るのが一番いいですね。なるほど。これじゃあ気筒とか陰茎などのコンジロームと同じで、炭酸ガスレーザーを使うと、焼くイメージですか？そうです。炭酸ガスレーザーと実際はその電気焼灼といって、電気 その専用のメスがありますので、それを併用する形で取っていきますね。これ実際に穴の奥に行くのが不安って書いてありますけれども、深くなることもあるんですか？ありますね。肛門からだいたい 2,3 センチぐらいまで奥まで行けることありますので、うちで治療する場合はその肛門鏡といいまして、肛門の中を専用に見える機器もありますし、そこで中までこうしっかり覗いて、あれば切除、除去する形を取ります、ね、なるほどなるほど。そうやってしっかり見れるんだったら安心ですね。分かりました。次のご質問です。肛門にコンジロームができているのですが、セックスで肛門に触れるようなプレーをしたことはありません。その場合も肛門にコンジロームができることはありますか、とあります。先生、これ肛門を使った性行為などしなくてもコンジロームが肛門にできるっていうのはありますか？患者さんの中でやっぱり同じようにやっぱり多いですよね、こういうことをおっしゃる方はね。実際は接触感染なので、何らかの形でやっぱり肛門に触れたとは思うんですけどもね、ちょっと何とも言えないところはありますね。なるほど。おそらくこのご質問の趣旨っていうのは、肛門に何かを入れるとか、そういうことをしてないですよということだと思うんですが、ノーマルなプレーでっていうことを言いたいんだと思うんですが、やっぱりそれでも触れることはある。そうですね。相手側に線形コンジローマがあって、それがやっぱり触れると、やっぱり粘膜に、肛門粘膜とかにも移りますから、接触がそういう特別な普通の性行為だったにも関わらず、触れたことによって移ることは可能性としてはありますよね。ありますか。分かりました。ちょっとじゃあ性行為するときは本当に気をつけるべきですね。気をつけようがないですね。
まあそうですね、やっぱ相手を気をつけるっていうのが一番しかないですけどね。はい、はい、正直に教えてくださいと。はい、わかりました。次の質問です。ペニスの付け根にできたコンジロームを放置していたところ、うん、玉袋に移り、うん、肛門にもできました、はい、排便するときに何かで蓋をされているように感じたので鏡で見たところびっしりとコンジロームができていました、性病科を受診したんですね。性病科のお医者さんからは治療を断られました。本上先生のクリニックは肛門もレーザーで治療してくれるのですか？とても多いため治療法があるのか心配ですと。まあ、うちでレーザーで治療可能ですね、はい、レーザーと、まあ電気メスを使用した電気照射法で治療しております。はい、はい。まあ、実際に非常に肛門のですね、はい、入り口がわからないぐらいですね、こう線形コンジローまでこう、まあ、キノコ状に盛り上がってしまった方とかも実際治療経験ありますし、はい、まあ、それで治ってる方いら、もちろん治りますので、はいはい、まあ、まあ、悩みに、ね、非常に悩まれてはと思いますけど、うんうんうん、まあ、ご相談いただければと思いますね。はい、まあ、これ普通に排便はできるわけですね。はい、わ、はいはい、かりました。じゃあ、まあ、数がかなりあっても、まあ、諦めずにレーザーで治療はできるので、うん、まあ、ご相談していただきたいですね。そうですね。はい、はい、はい、わかりました。まあ、実際、まあ、こういった患者様も来られるということですが、うん、どうなんでしょう、こう体感的に増えてるなっていうのはありますか？線形コンジローマ自体非常に増えてますね。はい、で肛門コンジローマも増えてますね。なるほど、はい、それ、まあ、やっぱり出会い系が充実してきてその性病にかかる可能性が高いとかそういったこともあるんですか？フリーセックスの時代になりましたけど。そうです、もちろんそれは関係ありますね。あ、なるほど、はい。まあ、これ今回肛門にコンジロームができているっていう、まあ、ちょっと特殊な例をご紹介しましたけれども、おそらく非常に相談されにくい方も多いと思うんですよね、はいはい、ちょっとお悩みの方に一言お願いします。はい、早めですね、早め早めに何かおかしいなと思った場合は絶対自然に治ることありませんから、はい、でもし違ったとしてもそれはそれで安心感 もらえますよね、はい、安心感した上で、はい、ですので、まあ、ご相談だけはお気軽に早めにね、お願いしたい、はい、して、はい、ご相談していただきたいと思いますね、はい、病院にご相談されてももう守秘義務で絶対それは漏れることはないですよね。はい、わかりました。真剣に悩まれている方、ご覧になっている方多いと思いますので、ぜひご相談ください。はい、今回もありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。ペニスのことなので相談すら恥ずかしいという方も多くいらっしゃいます。手術経験者として丁寧親身にお答えいたします。勇気を持ってご相談ください。お問い合わせは概要欄をご覧ください。チャンネル登録もお願いします。待ってます。